なんですが、その上を一人でこうまとめる役が、はい、このコスモのパートナー茂木という形になっているわけですよね、はいはい、まあそうですね、斉藤佐藤のこのコンビが、はい、うん、似た者コンビがどんなファイトするか楽しみですよね、はいはい、じゃあ早速試合の方をご覧いただきましょうか。セミファイナルです。タッグマッチ45分1本勝負です。オーコーナーよりアイアムレイジャパン佐藤隆、斉藤真君です。さあセミファイナルご覧いただきましょう。まずは青コーナーから斉藤真と IWA ジャパン佐藤隆入場です。先頭を切って IWA 佐藤隆、後ろを赤いトランクス斉藤真がリングインしようというところです。斉藤金髪になりましたね。そうですね、前からでしたっけ、まあ、あの茶髪だったりそこら辺ちょっと色が今日はやけに金ですよね。そうですね、はい。さあ赤コーナーコスモソルジャー、そして茂木正義の入場です。先頭を切ってコスモソルジャー、このマスクマン、その後ろ茂木正義、中野真一がずっと欠場しておりますので、エースとしてのその重責今あるかもしれません。茂木正義、この2人がリングインです。45分一本勝負セミファイナルです。祈りちゃんがリングアナウンサーです。非常に人気のあるここですよね。そうですね、 IWA ジャパン佐藤隆です。そして斉藤真佐藤、そして斉藤ともにレガースをしています。 1.8 北沢大会では非常にいいファイトを見せました。気合がみなぎっていましたコスモソルジャー。そして茂木正義です。福田さん、はい、このカードはどうご覧になりますか。そうですね、はい、やっぱり斉藤はですね茂木さんとやりたいってことで、はい、そのタッグですね、その前哨戦でどういう、動きが出るか、どういう、アピールをするのか、そこら辺があの見どころだと思いますね。あ、そうですか、はい、はい、じゃあもう当然これ気合は入りまくっていると、斉藤選手ですね。ここで負けたらやっぱりシングルもお預けっていう形になっちゃうかもしれないので、はい、さあその2人が先発になりました。斉藤が先発を臨みました。それを茂木がこれ受けたんでしょうかね。そうですね、はい、いきなりその2人の先発です。バックを取っている茂木正義、腕を決めます。まだ決めきれません。斉藤真グランドの攻防になりました。果敢に腕を狙っていきます斉藤です。パンチでディフェンス、そしてオフェンスに回るヘッドロック茂木です。斉藤がロープを使っていくんですが打ち負けました。これはどうだ、飛び越えた、キックです。茂木がキックからラリアット、それを完全にかわしてコルバーターに行きました。すぐにエスケープは茂木、これでは場外にもちょっと飛べないですよね。そうですね、はい、この辺りはもう試合巧者です。茂木正義、ここで間合いを取ります。コスモにスイッチです。そして一方佐藤隆、 IWA ジャパン佐藤選手は、ね、最近やっぱり動きが特に良くなってきまして、やっぱり道場来て練習したりとかですね、やる気がすごい見えてると思うんですよね。夢の道場で練習をしてるわけですか。来たりとかですね。あ、そうですか、はい、結構なペースなので。そうですね、それなんでやっぱり強くなりたいっていう感じは、はい、一番出てる選手です。足、はい、足をコスモが決めています。自分の足を使って決めています。エスケープです。サードロープ手を伸ばしました佐藤隆です。一見佐藤選手の方が攻めているように見えて、実はコスモが足を決めていると、はい、これがまた一つの醍醐味でもありますよね。そうですね、非常にこう分かりにくいと思うんですけども、はい、やってる方としてはこれコスモはしてやったりっていう感じでしょうかね。そうですね、さあ今度は裏十字だ、コスモソルジャー、今日は関節が冴え渡っています。小さいからですね、はい、小回りが効く技の関節は有効だと思うんですよね。下からの裏十字とかですね、はい、はい、
自分の体をこうフルに動かして、はい、いいポジショニングを取って、そして関節に行けるっていうことですかね。はい。はい。コスモソルジャーです。カバー、これは返すでしょう。そしてすぐに腕狙い。いや、本当にコスモ変わりましたよね。そうですね。やっぱり自分でもやっぱり飛ぶだけの選手じゃダメだっていう気持ちはあるみたいで、それがやっぱりだんだん完成されつつあるんじゃないでしょうかね。さあ、コスモ対斉藤誠になりました。下から腕を取っていきました。スタンディングの脇固めのような形。ここで茂木が登場です。茂木対斉藤誠、強烈張り合いすごい表情でロープに飛ばしていきました。エルボーにつないでいく。無理やり起こしていきました。抱え上げました。ショルダーバスター、右の肩ダメージがあったかもしれない。さらにストンピング、右の肩狙い。茂木正義、これはアームブリーカー、痛い。完全に右の腕あるいは右の肩ターゲットにされています。斉藤誠ちょっとピンチに陥っています。97年の5月10日同じこの栃木小山大会アステカ戦でユミファクマットプロレスラーとしてデビューをしました斉藤誠です。デビュー間もなく1年になろうというところです。ああ、ショートアームシザーズ、今ではこれすっかり懐かしい技みたいな感じになりましたよね。そうですね。福田さん使ったことあります？いや、ないですね。ないですよね。最近でもたまに使う選手がいて逆にそれが新鮮だったりします。しかもこのローリングは珍しい形です。ローリングしていきましたヒーロック。やっぱり一点集中して攻めてますね、はい、やっぱりセオリー通りに。あ、そうですか、はい、やっぱりこれはうまいですね茂木さん。はい、はい、先ほど第一試合で登場した小坪に誘われて、マットに入団しました斉藤誠です。もともとは道プロで、デビューをした選手です。はい、第一試合です。これ危ないですよ。今自分で話しましたかね。そうですね。そしてキーロックです。コスモのキーロックです。これキーロックかける方が違うんですが、これでも決まりますか。そうですね。そうですか、普通頭の方からかけますね。そう、どっちも、どっちでも OK なんですか。決まってれば大丈夫だと思うんですけど。そうですか、はい、決め方は一緒なんで。けさ固めにもね、崩れけさ固めと普通のけさ固めがありますが、いや、腕が決まってるか決まってるか、はい、はい、リングして戻しました。やり抱え上げて鉄柱攻撃。肩ですか。肩ですね。集中的に狙われています。斉藤誠の右の肩。椅子を持ってきた茂木、椅子攻撃、今度は左の肩ですね。両肩を壊そうというんでしょうか。無理やりキャンバスの上に上げました茂木。そして膝を使っていきます。コスモの膝を使っていきます茂木です。コスモ対斉藤誠、この辺りで反撃です。まずはトラスキックから大車輪というより、これアスカの逆回し狩りにそっくりでしたね。斜め後ろにグルンと長い足を回していきました。 IWA ジャパン佐藤隆がスイッチやってきました。すぐにカバーです。これはコスモ返しました。椅子を取ってガブります。まあ、斉藤も、佐藤選手もタイプ的に似てますね、蹴りをしたりとした。そうですね、髪型といい、髪の色といい、そうですね、ショートトランクスといい、はい、このニーパッドレガース、はい、全てそっくりニールキックが飛んできた。ちょっと足を痛めましたよ、コスモ。足がこれ当たりましたかね、骨折したことなんですよね。それで、まあ、ボルトは入ったまま、はい、なんでやっぱり。そうなんですか。まだかちょっと攻められるとですね、ちょっと苦しいみたいですね。しかしボルトを入れたままでよく戦えるものですよね。ハイキックをかわしましたが、このニールキックが飛んできました。2人がかりの攻撃になっています。ちょっときついですね。危ない。
サンドイッチドロップキック、ちょっとピンチですね。コスモソルジャー、ここは踏ん張りどころです。中央に寝かせました。そして足を持ってひっくり返しました。ん、カンパーナ、これで立てば、立てばね、立ちませんね。変形のカンパーナ、ストレッチに行きました。そしてキックも飛んできた。コスモが一方的にやられています。これはもう全くバックを簡単に取らせてしまいました。バックドロップ、コスモが危ない。カバーに来たぞ。コスモ返せますか。返しました。なんとか返しました。これちょっとスイッチしたいですね。そうですね、これ捕まっちゃうと、ちょっと返してなんとかタッチできればいいですね。後着村上奈々。あ、今これある意味ではフランケンシュタイナー気味、つまりね、頭にダメージを与えましたね。そのままボディースラムにつないでいきました。これは大技が飛び出そうです。コスモが回転していきました。コスモツイスター、片エビが止め、カウントは2。跳ね返していきました斉藤誠。コスモはいい形になりました。なんとか次の技につなぎたい。これはミステリオラな狙いなんですが、耐えました。ライガーモムの形で切り返していった。斉藤誠、これは斉藤取れません。コスモがいいところまで行くんですが、ちょっとその一つ一歩上を行っているのが斉藤誠、そんな感じでしょうか。ロープを使っていきます。スワンダイブのミサイルキック、腰骨が痛い、破壊されてしまいます。コスモソルジャー大ピンチ。これはミチドラ2です。脳天から落とされました。いや、コスモはちょっといいところがありません。この厳しいですね。ですね。佐藤も狙っている。浮かずに立つと危ない危ない危ない。ミサイルキック。コスモはもう立てないのか。いや、それを無理やり起こしていく佐藤。グルネルソンドラゴンだ。ドラゴンスープレックス、たまらずカット。茂木正義。ただ茂木もあえてあんまりカットに行かないのかもしれませんね。そうですね。いかがでしょう、そのあたりは。たまらず飛び出てきましたが、膝十字狙い、ちょっと不十分でした。できるだけ任せようっていう気持ちはあると思います。そうね。さあ、ラリアットです。茂木がやってきました。カバーに行きました。カウントは2です。45分のタックマッチです。後ろに投げ捨てていきました。もう1回いきます。裏投げ2連発。茂木正義、横からカバー。カウントは2です。かなり茂木選手休めましたので、はい、これはチャンスですよね。そうですね、はい、大きなチャンスを迎えています。茂木がやっぱり自力違いますね。違いますよね。さあ、ライガーだ。ライガーボムだ。去年はライガー選手とも戦いました。茂木の夢が叶いました。次なる茂木の夢は一体何でしょうか。持ち上げたんですが、それを切り返してスモールパッケージホールド。佐藤隆が丸め込んでいくんですが、この辺りも返していきます。茂木バックは取り切れません。自らロープに走りました。その反動を利用しました。アッパーの小手、パチンという音が響きました。小山市立文化センター、フィッシャーマンズに行きました。これはバスターと呼んだ方がよろしいですか。片エビだ。フィッシャーマンズバスターから片エビ固めに最後は決めていきました。コスモソルジャー茂木